女王と女王の喧嘩喧嘩とは、個人と個人による争いの中でも裁判に持ち込まれないもののこと。英語訳ではその様態に応じて、ブロール、クボーレル、ディスピュートなどが相当する。大事戦では、喧嘩の項目に言い合ったり殴り合ったりして争うこととあり、この定義を採用するならば、喧嘩とは、互いに相手に対する怒りの感情を込めた言葉を言い合うことや、 腕力をぶつけ合うことになる言葉の応酬で行う喧嘩を口喧嘩や口論、言い争いという。喧嘩は親子、兄弟、夫婦、仲間など、親しい者同士がすることがあるが、全く知らない者同士がすることもある。親しい者同士が喧嘩するというパターンは、兄弟や夫婦が多い。親子、兄弟姉妹、夫婦、仲間など、家族や、 親しい者同士でも喧嘩がなされることがある。兄弟、姉妹間では、兄弟喧嘩と言い,い、親子間では、親子喧嘩という、夫婦間では、夫婦喧嘩という、夫婦喧嘩のきっかけになる話題の一位は、態度、価値観で27.3%を占める。家事のやり方や物の置き場所などの些細なことが、積み重なって大きな喧嘩になることもある。 夫婦喧嘩家族間の喧嘩であっても喧嘩ではあるが暴力が伴うものであればそれは同時に家庭内暴力でもある。日本の祭りでの喧嘩の様子祭りなど非日常的な行事などで喧嘩が発生することも多い。特に関西圏の祭りの中にはあえて喧嘩が起きるような状況設定にしているものや喧嘩が起きることを期待して参加している人が多い祭りもある。 ペルーのアンデスの山の中では、普段対立し合っている者同士が、露骨に殴り合うことで決着をつけることを目的とした、喧嘩祭りがある。同じようなことでも、国家間のそれは、戦争と呼ばれており、経営者と労働者の争いは通常、葬儀と言われている。喧嘩の原因は様々である。利害の対立が原因で起きることもある。趣味思考の相違などで喧嘩が生じることもある。 思想、宗教、人生哲学などの深淵、深刻なテーマに関する意見の相違点が原因となることもある。手段が暴力であっても言葉であっても相手を心理的に深く傷つけることがある。また生涯にわたり過根を残すことがある。一般的に言えば喧嘩をするのではなく、できるなら穏やかに対話をしたり、あるいは喧嘩をしないで済むように、 様々なコミュニケーションテクニックを早めに用いた方が良いとされる。腕力を用いる喧嘩は相手に肉体的な怪我を負わせたり生命に危険を及ぼすことがある。喧嘩で極端な腕力を用いることは法的な観点から暴行とされ違法行為として処罰の対象となる。ヨーロッパに目を向けるとフランスでもパリの市民は喧嘩好きだったという。 ゴーギャンは喧嘩で足を怪我したのがきっかけでタヒチに行ったのだし、エミール・ゾラの小説、居酒屋でもパリの女たちの喧嘩好きの様子を描いている。欧米では歴史的に見ると喧嘩や格闘だったものからルールが整えられスポーツに発展した例がある。ルネサンス時代にイタリアで生まれたカルチョストーリコは現代スポーツのサッカー、ホッケー、ラクロス、ラグビー、 アメリカンフットボールなどに影響を与えたとされるが、その中身は喧嘩フットボールと称されるほどの格闘が行われるものとなっている。アメリカの総合格闘技アルティメットファイティングチャンピオンシップは、もともと2000年頃には無名の喧嘩大会のイベントに過ぎなかった。しかし、フェティータ兄弟によって2001年に買収され、危険な技が排除され、総合格闘技として、 人気を獲得するようになった。戦国時代には航軍ハットなどに、喧嘩の金、喧嘩両成敗などの文脈で使用された。両成敗法は、軍事行動の際の軍内部の騒乱を抑制するための非常事態宣言の要素が強い、航軍ハットであり、平時の文国法においては騒乱に対して、両成敗法を適用されることは珍しかった。 例えば武家の基本法である御成敗式目には、領地争いや、それに伴う殺傷を、加害、被害の利否に照らし合わせ裁断する定裁をとっている。あだ打ちも禁止されていた。喧嘩両成敗法は、今川が名目録や公衆法と次第の頃から、見られるようになり、織田信長は、天正五年、定安土山下町中、いわゆる楽市楽座令において、 喧嘩口論を禁じる政策を発している。喧嘩江戸期には火事と喧嘩は江戸の花と言われた。こう表現したのは当時喧嘩は派手な騒ぎになったからだともいい。また喧嘩は仲直りするのに飲食が付き物で飲食店が儲かったからだともいう。当時江戸で働く人の中心は職人で彼らは気象が激しくて喧嘩が多かったという。江戸期には阿公事件では 両成敗法を根拠に、後家キラを成敗すべしとした朝野家家臣らに対して、幕府首脳やお牛空いら受学者がこれを認めない処置を下している。これは後に儀曲化した、中心蔵の興行などにより、喧嘩両成敗なる表現とともに、庶民の間に定着した。文政5年に上演された歌舞伎、五節蘇うる正月では、文化2年に起きた、江戸の飛び火けし、 めくみの喧嘩を題材に、庶民の死闘に対する美意識を芸能に昇華している。江戸時代から明治末くらいまでは、少年や青年がレクリエーションとして喧嘩をする、風習があった。退屈だから隣町へ行って、喧嘩でもしてくるなどということが行われていたのである。かつ改修の夢追い特言にもそうした、階層の下りがあるという、個人間の喧嘩に限らず、 木刀や調査を、陰地で武装した、敵味方50人前後の子供が、町同士で争う、大喧嘩が頻発し、多数の負傷者が発生したことから文政4年以来何度も、禁止令が出された。松浦清山が、当選と呼んだこの種の子供の喧嘩は、孤児の戦争もかくあらんやと言わしめる激しいもので、杉田玄白は随筆、の総読後の中で、天変地あやかしの一現象に数えている。 ラディスピュート。ユサイ1904年、ナスレディーヌディネ作。少年らの喧嘩。子供に喧嘩は付き物であり、子供は喧嘩によって自己主張し、他者と交わり、集団を作る。子供の喧嘩というのは、3歳頃には始まり、10歳前後に最も激しくなり、13歳くらいまで続く。子供の喧嘩が多いのは、その自己中心性による。子供は、その場、 その時の自分を強く主張したり、他の人々のことまで自己本位に解釈して、結果として争いを起こす。子供は喧嘩をすることによって他者を知り集団を知り、自分自身を理解する中で自分と他者を対等に扱うことを学び、まさしく関係づけることを学び、集団を統制することも学ぶ。つまりは子供は喧嘩をすることによって自己中心性から抜け出していくのであり。 その意味では喧嘩は発達の糧なのである。だが、現代社会では幼い頃から喧嘩を抑制するため、かえって子供の自己中心性からの脱却を遅らせ、かえって自己中心性を肥大化させてしまっている、と、竹内恒一は指摘した。しかし、法的に判断すれば暴行、障害、器物損壊、強制わいせつ、恐喝としか分類できないような悪質な暴力行為を、 日本の学校では喧嘩として処理したり隠蔽してしまっていたことが多く、子供たちのいじめや犯罪行為を助長、エスカレートさせる結果を生んでいた。最近になり、それの問題点が指摘されるようになり、学校内の出来事であれ、犯罪に該当する行為は法律に基づいて警察が介入することが増えてきている。夫婦喧嘩も参照、最初の喧嘩、口喧嘩をした後、 互いに口を聞かず目も合わせないようにして、沈黙状態で喧嘩を続ける男女株式会社結婚情報センターが2008年に20から60代の既婚男女660人を対象に夫婦喧嘩に関するアンケート調査を行ったことがある。それによると、夫婦喧嘩の頻度は、月1から2回が27.0%、年1から2回が25.3%であった。 また、配偶者と喧嘩する頻度が最も高い話題は1位が態度、価値観27.3%、2位が子供関係15.3%、3位が家事関係13.5%という結果であった。熊と熊の喧嘩動物にも食物の取り合いによる喧嘩、縄張り争いの喧嘩等々がある。ありがとうございます。